十二レース六号艇の片橋幸隆選手です。よろしくお願いします。お願いします。小島は今年の二月以来ということになりました。今回は二連単率三十四パーセントのエンジンなんですが、全県の感じはいかがでしたか。そうですね。あのお腰がちょっと重たいのが気になるんですけど、その他は、はい、まあ特に気になることもなく、普通ぐらいかなと思います。はい。今回から温水パイプがついたんですが。 プロペラはそのままの状態で行かれたんですかはいとりあえずそのまま,行きました、はい、では今回、コース状況も出ている中でまずまずかなという前見ではありますかねそうですね、まあ今日の感じであればまあ普通ぐらいと思いますんで。 プロペラは前走者からこれから調整の方は変えていこうかなというお気持ちですかそうですね、明日また朝乗ってみて、はいあの、回転とか乗り心地とか見てから叩こうと思います、はい、また前件と初日で大きく変わってくることもありますもんね、小島の場合は。はいはい、片橋選手は今季の初めに怪我をされて2か月休んでおられましたが、その後、リズムの方はじわじわ上がってきましたか。リズムはは悪いででですこの小島あたりで いい流れに変えていきたいところではありますねそうですねまあ、根拠も,もう少ないんで、はい、いい流れに早く変えたいと思いますはい分かりましたそれでは一節間にかける意気込みをお願いします一層一層全力で走ります応援よろしくお願いします